ふざけんな。何勝手に提案書いじってんだ。冷房の冷却範囲はもっと広くしろって言っただろう。営業部課長高野春彦。こちらもできることはする。後の先方への説得はお前の仕事だろう。開発部課長大上誠二。また派手にやってる。我が社の名物みたいなもんだから。たく頑固じじめ、戻ってもう一回作戦会議だ。まったく、これだから単純なやつは困る。性能を上げるためにここからブラッシュアップするぞ。社交的で兄貴分な営業部の高野、冷静沈着で頭の切れる開発部の大神。このように真反対な二人は顔を合わせるたび反発し合っており、非常に仲が悪い。そのライバル関係は社内でも有名な話だが。さっきはごめんな大神。今夜空いてる？飯行こうぜ。オーケー。その関係はビジネス不仲なのだ。不仲なふりして本当は仲良し。できるおじさん2人のオフィス奮闘コメディ。仲が悪いのもお仕事です。提案書はなんとか完成しそうだ。プレゼン当日までにはできそう？ああ、お前の叱咤のおかげで部下が率先して改善策を練ってくれた。感謝する。いや、こっちも開発に投げっぱなしになりがちだったから、お前のおかげで気合い入れ直せたわ。ありがとうな。しかし、俺たちの喧嘩で部の士気が上がるのもどうなんだ。仲悪いふりするだけで部下のモチベも業績も良くなるならいいじゃん。それか我々が指導ベタなのか。ライバルがいると燃えるもんなんだろうな。まあおかげで業績も右肩上がりで、会社のためにも部のためにもなってる。利用しない手はないだろ。この調子でこれからも頑張ろうぜ。あ、だが正直しんどい。業績のためとはいえ、毎日喧嘩腰な態度を演じるのが辛い。今さら？高野は面倒じゃないのか、この二重生活。別に。むしろスパイみたいでかっこよくね。敵対組織に潜入する仲間みたいな。結構楽しんでいるな。はあ、気楽なお前が羨ましいよ。お、もうこんな時間か。明日も早いし、そろそろ出るか。ああ、お会計お願いします。あいつも楽しそうだし、このままでもいいか。今さらバレる方が面倒そうだし。そういえば聞いた？昨日大上課長、高野課長と一緒に食事してたらしいよ。え、マジ？早速バレとる。実は意外と仲良かったりとか。その噂誰から聞いた？大上課長。いや、先ほど田中が話してて。田中、あそこ通りかかったのか。あれ、まさか本当に。二人で食事なんかするわけないだろう。高野。高野課長だ。誰がこいつと仲良く飯なんか食うか。こいつが勝手に同じ店に入ってきたんだ。ナイスだ高野、さすが営業、話がうまいな。貴様が後だろう。俺が先だったっつーの。まったく、君たちも変な噂に惑わされないように。すみません。びっくりした。二人が仲良くしてるわけないか。してたらちょっとショックかも。ヒヤヒヤしたな。ありがとう、助かった。おう、でもいいスリルだった。
相変わらず楽観的なやつだ。今度からはもっと遠くの店にしよう。そうだな、帰るの大変だけど。はあ、もうこんな時間か。そろそろ会議の準備しなきゃな。高野課長、外出先の木村さんからお電話です。2番です。木村から？わかった。もしもし、高野だ。どうした？課長！どうした？一体何が？それが今日代理店向けに使う新生活ビアのプレゼン資料、会社に忘れてしまいました。はい？忘れたってどうするんだ。今全速力で社に戻ってるんですが、間に合わなそうで。よし、その場で待ってろ。え？俺が意識持ってそっちへ行く。え？いや、でもそれは相手を待たせてるんだろ。お前は先に行ってお詫びしてくれ。車ですぐ行く。頼んだぞ。とは言ったものの、午後の社内会議は新しい家電事業の試作説明。正直俺が抜けるときつい。でも木村の件も今後の信用のため失敗できないし、会議の欠席はやむを得ない。俺の代わりにすぐ説明できる人を探さないと。高野君はまだ来てないのか。さっき慌ただしくしてるのは見かけましたが。お待たせしました。おお、遅かったじゃない。え、高野の代理で出席します。開発部の大神です。では始めます。新たな家庭用エアコンの製造について。待て、高野はどうした？トラブルがあり、そちらへ向かいました。この企画は高野と詰めたものなので、私もよく把握してます。それに私ほど高野に意見をぶつけられている人間も他にいないでしょう。我が製作所では今まで業務用のみ製造していましたが、この技術を家庭用の商品にも応用する。なんとか乗り切れた。高野も無茶なことを。大神課長、今終わった。突然離席してすまないな。まったく、課長も人よしですよ。営業のやつら俺たちの足引っ張ってばかりじゃないですか。こっちが固めた塩をイチャモンつけるし、苦労するのはこっちだってのに。そこまでだ。営業とは確かにぶつかることも多いが、同じ会社の人間だ。向こうも会社のために頑張ってるのだから、それ以上責めてやるな。すみません。そうですよね。分かればいい。よっ高野。いやー、お疲れ。助かったわ。お前な、こっちは急に振られて焦ったぞ。というかよく俺に任せようと思ったな。悪い。ただあの時、大神が一番俺の考えを汲み取ってくれてると思ってさ。そうか。と、そろそろ戻るか。だな。こっちのプレゼンもなんとか挽回できたよ。そりゃ頑張って代理で出た甲斐があった。開発に貸し作っちまったからか、木村も名誉挽回しますって燃えてたよ。また明日からお互い怒鳴り合いだな。ということで、大変だろうけどこれからもよろしくな、大神。高野。時々しんどく感じることもあるが、悪くはないのかもな、この関係も。大神課長、先ほどの件についてなんですけど。何くだらないボンミスしてこっちに迷惑かけてるんだ。最近たるんでるんじゃないのか。そっちだって足引っ張る時あるだろ。お前らの無茶な要望のせいでどれだけ苦労してるかって、やっぱりちょっとめんどくさい。
今日も不仲なふりして業績好調。仲が悪いのもお仕事です。第1巻好評発売中。チャンネル登録とコメントお待ちしています。